マイプロジェクト TV の糸健です。こんなおじさんのチャンネルに5000人以上の方が登録してくださってるってこと自体ある意味奇跡だと思ってる伊藤ちゃんですが、なかなかね厳しいコメントをいただくこともあります。ほぼ死んでるチャンネル認定だわーとか、おっさんが生きてるわーとか、話がつまらないとか、ほっとけよ。そんな時伊藤ちゃんは心を落ち着かせるためにこう考えるわけです。確かにおっさんだもん、しょうがないよね。それであたかも自分を客観視するみたいな、他のぐんぐん伸びてる YouTuber さんたちみたいにこう伊藤ちゃんのチャンネルグーンって伸びないのもまあわかる。きついコメント書いてくださった皆さんの意見もわかりますよ、おっさんだもん。そうやってある意味自分を冷めた目で見てしまうんです。伊藤ちゃんのバカ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 。それでいいのか。おっさんだからしょうがないでしょうが、仕事が忙しいからしょうがないでしょうが、彼女がいないのもしょうがない。いや、っていうのは意外とどうでもいいもんなんだ。そこで今日は目的論のお話をします。目的論とは、人間の行動には全て目的があるとしたアドラー心理学の考え方のこと。人間の行動や考え方ってのは目的ありきなもので、あんまり原因というものには関係がないんだぜっていうこと。例えばお腹が痛いから会社に行きたくない、お腹が痛いっていう原因が会社に行きたくないっていう気持ちにさせているように一見見えますけど、目的論では会社に行きたくないという目的のためにお腹が痛いっていう原因を利用してるっていう捉え方をするわけだ。なんかそういうとずるいやつみたいに聞こえちゃうんだけど、そうじゃなくって、その会社に行きたくないっていう気持ちはどこから来てんのかっていうことね。お腹が痛いっていう事実はもちろんあるよ、あるんだけど、それが会社に行きたくないっていう気持ちを作っているわけではない。だってお腹が痛いので薬を飲んでから会社に行こうと思う人もいれば、お腹が痛いのでちょっと安静にしてから午後出社しますっていう人だっているでしょ。お腹が痛いっていう原因があったとしても、人間の行動や気持ちっていうのは人それぞれなわけだ。ならば人間の行動や気持ちに原因っていうものはさほど関係ないじゃないかっていう考え方ね。そう考えると、家が貧乏だから進学できなかった、そうなのかもしれないけど、貧乏な人は 100% 進学できないの？そのいろいろさ、まあ確かにハードルは高いかもしれないけど、いろいろ手段はあるじゃない。虐待を受けてたから他人を信じられない、いやいや虐待を受けてたからこそ他人に優しくしようって思う人だっているじゃない。ってな感じで、原因がそうだとしてもみんな同じ行動にはならないよね。じゃあ原因ってどうでもいいじゃねえかって話になっちゃうわけですよ。それよかむしろ何らかの目的があって、それこそが人間の行動や気持ちに直結してるでしょっていう理論のことね。おっさんだからYouTube が伸びない？例えばこれだって YouTube が伸びなくて傷つきたくないっていう明確な目的が存在していて、その目的のために自分はおっさんだからっていう原因を利用しているわけだ。 おっさんなのに人気の YouTuber ってたくさんいるのにね。ぐねねねねねね、何かとうまくいかないことがあれば、僕らってのは原因っていうものをね、こう何かと探ってしまいがちです。何がいけなかったんだよ、結婚してくれるって言ったじゃん。あまり原因にとらわれすぎず、どうしたらその物事を実現できるのか、ゼロベースで物事を見つめ直してみるのもいいかもしれません。ということで今日のおさらいです。目的論とは、原因ではなく目的こそが人間の行動を作り上げているとした考え方のこと。できるやつは強い目的意識を持って物事を実行する。YouTube チャンネルの成長度を示す、まあ、サイトがあって、このマイプロジェクト TV は見事に右肩下がりなわけですよ。登録者さんは着実に増えてってるから、僕のチャンネル自体は成長してるんですよ。それなのにこうなっちゃうっていうことは、後から参入した人にバンバン追い抜かれてるってことだ。チャンネル登録